始まりました。先輩の絶中さんね、明けましておめでとうございます。本当にもう遅いね。愛せ明けおめ、ゆうせこの世の明けおめ。違う、明けおめって言ったこの世の明けおめ。はい、今年もよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで11日ですね、こんなテンションで MC を始めさせていただきます。まずは僕 MC ビュータです。よろしくお願いいたします。はい、皆さんの協力があってのイベントですのでね、一個一個協力していただきたい。さあ、始める前にですね、今日のイベントの注意事項をサクッと、ね、皆さんにお伝えしまして、はい、ね、今日はダンスショーケースのまずイベントということで、もう早速見ていただきたいなと思いますが、まず、入り口付近がだいぶね、やっぱり混雑します。今日はなので、長くこの会場にいらっしゃるという方は特に詰めていただいて、左の方とか全然まだ空いてますし、右の方もこちらの方はパラパラっといますし、で本当にそこら辺はね、立ってるだけでここから見る限り見えてないんじゃないかと思うぐらい人いらっしゃいますんで、あとステージ、まあ、これちょっとステージですけど、ステージの前のこの座って見てる方だいぶ空きがあるんですけれども、できれば詰めていただいて、ね、より多くの方に、ね、素晴らしいショーを見ていただきたいと思いますので、ご協力の方よろしくお願いいたします。今日のイベントですね、出入りは自由となっております。出入りは自由というのもですね、この、パフォーミングスクエア、この場所ではショーケース中心のイベントなんですが、もう一つミュージック工房というところが隣の方かな、はい、ありまして、そちらの方では今日は DJ がいろいろ回してますので、そちらの方で、ダンサーの方踊っていただいても結構ですし、ね、見に行っていただいても結構です。サイファーなんか結構みんなやってるんじゃないかなと思います。で、その隣のね、ミュージック工房なんですが、2時から3時、お昼の2時から3時の間、まあ、先ほどオープニングでずっと回してくれました、はい、トワシさんが DJ プレイします。 DJ トワシさんがね、はい、DJ プレイするんですけれども、はい、その DJ トワシさんが回している間、踊ってくれた方ですね、サイファー賞を決めたいと思います。その1時間だけ、1時間の中で踊ってる方でサイファー賞を決めます。で、そのサイファー賞を決めるのがウータンさんが、イエス、決めてくれますので、まあ、ウータさんも一緒になって踊ってくれると思いますので、我こそはという方はウータさんにがっつりと、ね、アピールしていただいて、サイファー賞をウータさんが決めます。で、何かな、プレゼントはこれ1位のみなんですけれども、一番踊った、一番かっこよかった人にですね、パーカーとなんか T シャツとか当たるということなので、我こそはという方は踊っていただきたいと思います。あと、まあ、この会場にいらっしゃる方、飲食は禁止ですと思う。飲食は禁止で、タバコを吸われる方は所定の位置出てすぐ左の方にね、タバコ吸う場所ありますので、所定の位置で、タバコを吸っていただいて、で食べる方も、まあ、その方では食べることができると思いますので、そちらの方でお願いいたします。はい、以上でしょうかね。もうあとはもうお客さんがね、はい、がっつりと1チーム1チーム、ね、応援していただいたら、このステップアウト大盛り上がりで終わるんじゃないかなと思いますので、ご協力よろしくお願いします。ショーケース始めていきたいと思います。皆さん